マクシミリアン・ヨーゼフ・マクシミリアン・ヨーゼフ・イン・バイエルンは、バイエルン公の称号を持つバイエルン王国の貴族、オーストリア皇后、エリーザベトの父として知られる。日は、バイエルン国王マクシミリアン一世の娘ルドビカ、エリーザベトの夫である、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世は、母・ゾフィーがルドビカの姉である、バイエルン公、ピュース・アウグストとその妻のアーレン・ウェルク公女アマーリエ。 ルイーゼの間の一人息子として生まれた。マクシミリアン・ヨーゼフは、王家と同じビッテルスバッハ家の別系統に属し、段系では五代遡ると、初代国王マクシミリアン一世と共通の先祖、プファルツ・ビルケンフェルト・ビシュバイラー公、クリスティアン一世にたどり着き、さらに七代遡ると、ローマ王権プファルツ選帝公ループレヒトにたどり着く、バイエルン公の称号は、マクシミリアン・ヨーゼフの祖父、 ビルヘルムの代からのものである。後の大マクシミリアン一世がバイエルン先帝皇くらいを継承した際に尽力した功績によってビルヘルムに授けられ、その男系子孫に名乗ることが許された。ビルヘルムはまたマクシミリアン一世の姉、マリアーナを妻としていた。マクシミリアン・ヨーゼフの家系は、いわばバイエルンにおいて世襲新農家に例えられる格別な立場にあった。 1828年、父、ピウス・アウグストの10枚にあたり、当時のバイエルン王ルートビヒ一世の異母妹である、王女、ルドビカと結婚した。二人は五男五女を設けたが、夫婦関係は実質的に破綻していた。ミュージカル、エリザベートでは、マクシミリアンは、ルドビカの姉、ゾフィー・大公妃と仲が悪いという設定で描かれているが、実際のマクシミリアンとゾフィー・大公妃の間柄も、 性格の問題で良好とは言えなかった。マクシミリアンは、宮廷の格式ばったし式たりを嫌い、一家で田舎で暮らした。また、娘のエリーザベトを連れて、旅狩りに出かけ、試作やチターの演奏、作曲を趣味とした。マクシミリアンは家族を放置して、己の快楽のみを追求する、自己中心的で身勝手な人物であったが、エリーザベトはそんな父を熱愛した。彼も、娘と同様に、 王家に連なる名門貴族でありながら君主性を否定していたエリーザベトの性格は父の影響を色濃く受けているとも言える。ウィーンの宮廷は変人揃いであったマクシミリアン一家を不老者の一団とこきおろしていた。ありがとうございます。